宗達稲荷。厚木市の上荻野に弘法大師によって開かれた華厳山小石寺という大変立派なお寺があります。このお寺に宗達稲荷というお稲荷さんがありますが、なぜ祀られるようになったのかご存知ですか？宗達稲荷にはこんなお話が伝えられています。今から550年ほど前、この小石寺に白陽という徳の高い和尚さんが住んでおられました。そしてこの白陽和尚さんの弟子になって修行をしたいという若いお坊さんが毎日のように訪ねてきました。境内には朝早くから修行を許された多くの弟子たちが読むお経の声や木魚、鐘の音などが響き渡っていました。そんなある日のこと、一人の小坊主が訪ねてきました。和尚様、私を弟子にしてください。一生懸命修行して立派なお坊さんになりたいと思っています。小さいのに関心なことを言う。しかし修行というものは厳しいものだぞ。その小さな体で務まるかな？辛いことがあることは覚悟しています。どうか弟子にしてください。それほど言うなら厳しい修行じゃが、しっかりやりなさい。和尚さんは小坊主を弟子にすることにし、数珠を与えました。願いのかなった小坊主は次の日から毎朝誰よりも早く暗いうちに起き、本堂の雑巾がけや庭の掃除をしたり、和尚さんや兄弟子たちの身の回りの世話をしながらお経に精を出し、夜遅くまで修行に励みました。兄弟子たちは、あいつが来てから掃除などよくやってくれるのですっかり楽になったな。修行に専念できるので本当に助かるよ。あの小さな体でよく頑張るね。おかげで少し朝寝坊もできるし、ありがたいね。本当にいい弟弟子が来てくれた。と話し合っていました。そして何年か経ち、小坊主は立派な若者に成長しました。和尚さんは熱心に修行する姿や、兄弟子たちの評判を聞いて、小坊主を一人前のお坊さんと認め、宗達という名前をつけました。一人前のお坊さんとなった宗達は、ある日、厚木村の名主さんのところへ使いを頼まれました。小石寺に来て初めての外出です。足取りも軽く、今まで見たことのない景色を見渡しながらの楽しい外出です。用事も無事に済ませ、ほっとした帰り道。喉も渇き、少し疲れたので、小鮎橋のたもとの土手で休むことにしました。やれやれ、無事に使いも済ませたし、天気もいいし、周りの景色も素晴らしいし、一休みしていこうか。暖かいポカポカした日差しを背に受け、景色を眺めていると、日頃の疲れで眠気が襲ってきました。眠ってはいけないと思いつつ、ついうとうとと眠ってしまいました。あんなところで坊さんが寝ていた。あれ？お尻から尻尾が出てねえか？なんだなんだ？
坊さんが尻尾を出して寝てるの。キツネがお坊さんに化けてるではねえのか。お寺さんに知らせなきゃ。キツネが坊さんの修行しているのか。まさかそんな。バカな。ガヤガヤという人の声に宗達は目を覚ましました。そしてうっかり尻尾を出している自分の姿を見て真っ青になりました。しまった、キツネだというの人間に見られてしまった。宗達は恥ずかしさと捕まえられては大変と慌てて逃げ出しました。あんなに慌ててどこへ行くだ。尻尾が出てるのを見られちゃったんだもの。そりゃ慌てるさ。やっぱりお寺へ帰るのかな。さあどうかな。尻尾を出してしまったからな。お寺には帰れねえべ。村人のそんな声を後ろに聞きながら宗達は走りに走りました。お寺には戻れないので山の中をさまよっていました。ふと気がつくとお寺の裏山に来ていました。月の光の中に修行してきたお寺が見えます。宗達は急に悲しくなり涙が出てきました。こう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 。狐に帰ってしまった宗達はいつまでもいつまでも泣き続けました。今夜はバカに狐が鳴く。宗達はまだ帰らぬのか。お嬢さんは宗達のことが心配で床についても眠れません。すると障子の向こうに声がしました。お嬢様、ご心配をかけ申し訳ございません。もうお寺に戻ることができなくなりました。長らくお世話になりありがとうございました。その声は宗達ではないか。今頃まで何をしておった。お寺に戻れないとはどういうことだ。お嬢様、お許しください。私は本当は狐でございます。今日村の人に狐の姿を見られてしまいました。村の人に知られた以上もうお寺にはいられません。お嬢様にご迷惑はかかりますのでおいとまいたします。宗達、待ちなさい、これ宗達。お嬢さんが慌てて宗達を引き止めようと障子を開けるともう宗達の姿はどこにもありませんでした。お嬢さんは若い坊さんたちと一緒に一晩中山の中を探しました。そして夜明けに衣を着た狐の亡骸を見つけました。宗達でした。よく見ると手はしっかりと合わされ見慣れた数珠が下がっていました。その数珠こそ宗達がお嬢さんの弟子にしてもらい修行を許された時にもらった数珠だったのです。狐の身でありながらあんなによく勤めてくれたのにかわいそうなことをしたの。おう、そうだ、狐はお稲荷さんのお使いじゃ。宗達稲荷として祀ってやろうじゃないか。宗達稲荷は小石寺の裏山に祀られ
お寺にお参りに来た人たちは必ずこの宗達稲荷にもお参りするようになりました。今ではお使いに行く宗達の姿が木の像に刻まれて小石寺の本堂に祀られています。